そしておめでとうございます、今日はあの非常に人手がいっぱいで驚きました。こんなイベントが今まで私全然関わってこなかった。残念だなと。もっと今日はありがとうございます。まあ、このあのこれだけの人手っていうのはこのイベントの大成功を物語っているわけで、それは皆様方の努力の賜物だと思ってます。私はあの新聞記者ですので、芸術にもそれから電気関係にも全然こう疎いわけですけれども、審査はですね、いろんな観点からですね審査が行われて、私としてこだわったのは、一つは、出来上がりですね。新聞記者っていうのは、インプットしたものをアウトプットして、その成果をみんなにこう見せる。その意味ではいくらプロセスが良くても、審査員が、いつ見るかによっても違いますけれども、どういう成果が、出たのかというのをちょっと私としては、重点に、審査しました。それからですね、やはりその港で働いているわけですから、この港の風景と親和性というか一体感、芸術作品ですから自己主張が強いのは当たり前なんですけども、自己主張が強い中でもその横浜と一体になれるかといったことを観点に審査させていただきました。いろいろ、そうですね、さっきのアウトプットの関係ではですね、ちょっと皆さん、どうかなというのもありましたし、参加型の、出し物はですね、非常に人が集まって賑わうんですけれども、ちょっと芸術的にはどうかなというような面もあったと思います。これから来年再来年7回8回と続けていくためにもですね、皆様のお力添えが必要だと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。おめでとうございました。ありがとうございました。では続いて池本さん。はい、はい、今、横浜市で環境ビジネス市をやってます秋元と言います。環境ビジネス市は多分数年前からこのショーに参加させていただいて、一緒にやらせていただきます。実は私最初の年6年前にこのスマートイルミネーションをやった人間でして、その当時はですね、皆さんご存知の 3.11 の、大地震があって、福島では原発があのような事故を起こしてきて、なんとか東京電力の電気を使わずにできないかみたいなですね、そういった社会をこれからまた横浜から変えていくみたいな思いがあって、やり始めた、そういった事業でした。環境未来都市の観点から言ったら環境問題っていうのが一番多くて、横浜の CO2 をどう削減するかっていうところなので、まず環境という面と、それから、このスマートイルミネーションの世界、アートという、芸術という、その観点が、非常に大切かなというふうに思っています。そのために今言ったような社会性みたいなのがね、今回の作品の中にも何個かありましたけど、やはり社会を変えていくみたいな、そういった社会性みたいな話が、何本かあったのが非常に印象に残りました。それからやはりチャレンジ性なんですよね。横浜はやっぱりどんどん前に向かってチャレンジしていく、で横浜を変えていくっていうチャレンジ性、今日の審査会でも実は議論になりました。先ほどの春日さんの方では最終的に見せるもの、それがちゃんとできているかどうかっていうのが、問題じゃないかという話もありましたが、やっぱりチャレンジをどこまでしているか、その結果若干ちょっと失敗した作品もありましたけど、大きなチャレンジをしているところにはですね、審査員のみんなと議論して、賞を出してもいいんじゃないか、少し支援してもですね、応援していくべきじゃないかといった議論の中でもって今日入賞が決まってきたといった経緯もございます。そういった意味も含めてですね、今日の作品の、表彰ですので、取れなかった人、取れた人を含めて、また来年に向かってですね、新たにチャレンジということをやっていただくか非常にありがたいなと思います。今日はどうもおめでとうございました。ありがとうございました。では藤田さん。はい、一言お願いします。皆様こんばんは。楽しかったですよね。
楽しくなかったら多分ですね、こんなにお客さん来てもらえないと思うんですよ。本当に皆様方の作品、私もすごく楽しませていただきました。で、今審査員の、ね、お二人の方が言っていただきましたように、でもアワードだったんですよね。アワードだったんで、やっぱりこのコンセプトのところと、まあ、私はですね、実は文化観光局、文化芸術創造都市推進部というところに所属しておりまして、そしてこのスマートイルミネーションを一緒にやらせていただいています。ということはやっぱり見ていただかないとしょうがないですね。ですから来ていただく方のこう気持ちになって作っていただいたかというところはすごく大きな審査のポイントでした。で、楽しいか、そして環境も考えているかと、まあ、基準は若干皆様の方で違ったかもしれないですけど、大きなコンセプトはみんな一緒です。ぜひですね、来年も来てください。で、楽しんでいただいて、皆様に何にも楽しんでいただくということをぜひお願いしたいなというふうに思います。賞を取られた方も取られた方も今となれば多分一緒だと思いますので、ぜひ来年お待ちしております。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では、高橋さん、はい。